ベルナールト・ファン・オルレイ、ラン、ベルナール・バン・オーリー、1487年から1491年から1541年1月6日は、フランドルの画家。作風としてはローマ派とみなされており、タペストリーやステンドグラスのデザインも手がけた。北方ルネサンスにおける重要な芸術家の一人だが、一般大衆への知名度は高いとは言えない。かつて、 ベルギーで発行されていた500フラン紙幣に肖像が使用されていた。オルレーの家系はもともとルクセンブルクの出身で、オルレーの封建領主の子孫にあたり、その冒険家系がブラバント公国へ移住した。ブラバント公国でベルナールトの父バレンティンファンオルレーが生まれたが非着室であり、貴族としての血統を受け継ぐことはできなかった。ベルナールトと 同じく後に画家となった弟のエベラルドはどちらもブリュッセルで生まれている。イタリアのサルッツォにある聖ヨセフの生涯をモチーフとした翼を持つ飾り壁彫刻の翼に描かれた絵画が父バレンティンの作品だとみなされている。この障壁彫刻そのものはゴシック様式であるがブリュッセルに所蔵されている。翼の絵画にはルネサンス芸術の特徴が見られる。 また、アントウェルペンの聖ジェームズ教会所蔵の聖ロクスの生涯を描いたパネルへは、弟エベラルドの作品ではないかと考えられている。ファンオルレイは1512年にアフネスと最初の結婚をし、アフネスが死去して間もない1539年にカテリナと再婚した。二度の結婚を通じて6人の子供を授かり、4人の子供はファンオルレイに続いて画家になっている。 ベルナールトの、父バレンティンに始まる家系は、多くの画家を輩出している。1バレンティンファンオルレー、フィリッペファンオルレー、ベルナールトファンオルレー、エベラルドファンオルレー、ゴマルファンオルレー、2ベルナールトファンオルレー、ミケルファンオルレー、ヒエロニムスアイファンオルレー、ヒレスファンオルレー、ンヒレスファンオルレー、ヒエロニムス2、ファンオルレー。4ヒエロニムス2ファンオルレー、ヒエロニムス3ファン、オルレー。 ピーテル・ファン・オルレイ、フランソワ・ファン・オルレイ、リヒャルト・アイ・ファン・オルレーゴピーテル・ファン・オルレイリヒャルト2、ファン・オルレイ、ヤン・ファン・オルレイ、ベルナールト・ガローまで、ラファエロの元で芸術を学んだと言われることもあるが、これを証明する信頼できる証拠は残っていない。当時のブリュッセルには、バンライザムなどわずかしか巧妙な画家はいなかった。ベルナールトは、最初に、 父の下で修行を始めた可能性が高く、アントウェルペンの芸術家ギルドセールカ組合の名簿に、マスターとして数人の土弟を持っていた、バレンティンの名前が記録されている。ベルナールトはルネサンス芸術に対する知見を、彫刻と、使徒原稿録を題材に、ラファエロが描いたタッペストリーの下絵によって習得した。これらの下絵は1516年から1520年に、 かけて、ブリュッセルに保管されており、ローマ教皇レオ10世のためにピーテル・ファン・アールストがタペストリーに仕上げることになっていた。ベルナールトのサインが入った最初期の絵画の一つで、1512年に作成されたトリプティック・オブ・ザ・カーペンターズ・メイソンズ・コーポレーション・オブ・ブリュッセルというタイトルの3連載旦那がある。 死との祭壇とも呼ばれており、現在は中央パネルがウィーンの美術史美術館に、両翼パネルがベルギー王立美術館にそれぞれ所蔵されている。トマスとマタイという二人の死との生涯を題材とした作品で、もともとはブリュッセルのノートルダム・リュ・サブロン教会の依頼で描かれたものだった。 カール5世の肖像初期のベルナールトの作品は、ヤン・ファン・エイクやロヒール・ファン・デル・ウェイデンなど、初期フランドル派の巨匠たちと同じ系統のものだった。しかし徐々にイタリアルネサンスの作風を、自身の絵画に取り込み始め、ラファエロの作品に見られるような人物描写や、空間表現を描き出すようになった。1515 15年に、ベルナールトは、 フールネのセイバルプルギス教会聖十字会から三連祭壇画の制作依頼を受け、1522年に完成させている。現在左翼パネルがベルギー王立美術館に所蔵されており、聖ヘレナと教皇がイタリア風の飾り付けがされたアルネサンス様式の建物の中で会話をしているという作品となっている。背面はグリザイユでキリストの十字架効果が描かれている。 右翼パネルは、イタリア、トリノのサバウダ美術館に展示されており、シャルルマ・ーニュ大帝が、キリスト受難の聖遺物を配慮している場面が描かれている。1515 15年以降、ベルナールトとその工房は、王族や宮廷人たちから、数多くの肖像画の依頼を受けるようになった。1516年には後に神聖ローマ皇帝となる。 スペイン王位についたばかりのカール5世の肖像画を7枚描いている。他にもカール5世の弟で、後に、ハンガリー王、神聖ローマ皇帝になるフェルディナントや後に、ヨーロッパの各王家に嫁ぐことになる4人の妹たちの肖像画も数枚手がけている。1516年には、鳥の聖、ムクロ布の模写を行っているが、この作品は、 アルブレヒト・デュラーの作品ではないかとも言われることが多い。1517年までに、ベルナールトは、芸術家ギルドセールカ組合のマスターの資格を手に入れている。マルグリット・ドートリッシュの肖像1518年5月23日に、ヤーコポ・ダバルバーリの公認として、レーデルラント総督、マルグリット・ドートリッシュの公式宮廷芸術家に抜擢された。 この地位についたことにより、ベルナールトは当時の主要な芸術工房を代表する存在となり、北ヨーロッパで最初に大規模な工房を経営することになる芸術家の一人となった。ベルナールトはこの工房で絵画制作に勤しみ、1525年以降にはタペストリーの下やステンドグラスデザインの第一人者にもなった。1527年まで宮廷芸術家の地位に、 あったが、ベルナールトとその家族、弟子たちが、宗教改革で衝突していたプロテスタントに、同情的だったために、その地位を割れることになる。ファンオルレー一家は、ブリュッセルを逃れ、アントウェルペンに移住したが、5年後新人の、ネーデルラント総督、マリア・フォン・エスター・ライヒの求めに応じて、宮廷芸術家に復帰し、ブリュッセルに戻った。 ベルナールトは1941年に死去したが、宮廷画家の地位は弟子であるミヒール・コクシーに引き継がれた。ベルナールトの絵画で最も重要視されている作品は、ベルギー王立美術館所蔵の忍耐の美徳の三連祭壇画である。これは、ヨブの祭壇画とも言われ、マルグリット・ド・トリッシュが自身で描いた詩を絵画化する、要、1521年に、 ベルナールトに依頼した作品となっている。内側のパネルには、予部の苦難が描かれ、外側のパネルには通常グリザイユで聖人が描かれる、ところを、ルカデンの金持ちトラザロの偶話が描かれている。この三連祭壇画は、工房作ではなく、ベルナールト自身の手によって、描き上げられた。この作品を含め、ベルナールトは、 イルクスサイン TYT というサインを入れた作品に対しては特別に自信を持っており、このことは芸術家は完璧な総合芸術家でなければならないという当時のベルナールトの考えから来ている。と、アネトンの三連祭壇画ベルギー王立美術館にはベルナールトの手によるアネトンの三連祭壇画と呼ばれるもう一つの三連祭壇画がある。この祭壇画は カール5世の私的古文団の第一秘書フィリペ・アネトンの依頼によって描かれた。中央パネルには古典的な金一式の背景に哀愁なピエタが描かれており、初期フランドル派やデューラーの影響を受けたと見られる私的感情にあふれた作風となっている。左翼パネルにはアネトンと息子が、右翼パネルには妻と娘がそれぞれ描かれている。ベルナールトは フランドルの画家、ヤン・ホッサールトと並んで、力強い筋肉表現を最初にフランドル派絵画にもたらした芸術家でもあった。アントワープ王立美術館が所蔵する最後の審判は、アントウェルペンのノートルダム大聖堂の依頼で1525年に描かれた三連祭壇画で、そのオリジナリティと見事な絵画技量からベルナールトの最高傑作の一つと言われている。 背面のグリザイエは、当時ベルナールトの工房で修行していた、フランドルの画家、ペドロ・カンパーニャが仕上げた。ブルッヘのノートルダム教会が所蔵する、キリスト卓系の祭壇画は1534年の作品で、もともとは、マルグリット・ド・トリッシュからの依頼で、ブルゴーニュ公国、ブールガンブレスのブロー教会での奏霊のために描かれた。洋浴パネルは、後年に、 マルクス・ヘラルトが完成させており、その後スペインをフェリペ2世の下で、ネーデルラント総督を務めたマルゲリータ・ダウストリアが、ブルッヘに持ち込んだ。中央パネルには、キリストの卓形、左翼パネルには、茨の冠を被せられて鞭打たれるキリストと、十字架を運ばされるキリストが、右翼パネルには、ピエタとユストの変国がそれぞれ描かれている。 祭壇画に描かれた宗教絵画とは異なり、ベルナールトが描いた肖像画は控えめで落ち着いた作品となっている。カール・ゴステイ、マルグリット・ド・トリッシュの肖像画などがその例として挙げられる。モデルが静かに座っている肖像画が多く、モデルの内面描写や感情描写がほとんどされていない無表情な作品が多い。 ベルナールとの工房はこれらの肖像画のコピーも作成しており、特にカール五世の肖像画は多くコピーされていた。コピーされた肖像画は王宮を訪れた危険や諸国への贈り物として使われた。先霊者ヨハネと聖母子プラド美術館所蔵の屋外に開けた柱を持つアズマヤと木々を背景にした、先霊者ヨハネと聖母子のように聖人を、 等身大に描いた作品も多い。この画面構成は16世紀絵画にはよく見られるものだった。ベルナールトは自身の作品にサインすることもあり、特に1521年以前の初期の作品に多く見られる。ベルナールトのサインはギュールズと2枚のアージェントからなるドールレーケの紋章だった。この紋章はベルナールトではなく、 父バレンティンのものではないかという論争が過去に起こったことがある。1520年にカール5世の神聖ローマ皇帝戴冠式のためにデューラーがネーデルラントを訪れた時にベルナールトのことをネーデルラントのラファエローと持ち上げたことがあった。デューラーは8月27日から9月2日までベルナールト家の客人となりベルナールトの肖像画も描いている。 ベルナールトの弟子で重要な芸術家として、ミヒール・コクシー、ピーテル・ファム・アールスト、ペドロ・カンパーニアが挙げられ、彼らはローマ派の作風を確立していく。その他の弟子では、ランスロット・ブロンデール、ファン・フェルメーエンが著名で、彼らはフランドル派の伝統的な画家、デザイナーとして活動していった。ベルナールトは、ヤン・ホッサールと、クエンティン・マセースと並び、 16世紀フランドル絵画に、イタリアルネッサンスの作風、様式を導入した重要な芸術家だとみなされている。ベルナールトの絵画は細部まで詳細に表現された、非常に色彩豊かなものとなっている。パビアの戦いタペストリー当時のタペストリーは、絵画よりも高く評価されており、金紙銀紙が織り込まれることも、ある高価な工芸品だった。単なる装飾としてだけではなく、 宮殿や教会内人の広く、剥き出しで、冷たい感じのする壁を隠すことができる、付加価値も合わせ持っていたためである。ベルナールトは、若年の頃から、タペストリーのデザインを手掛けており、1530年以降になると、絵画制作はほとんど行わず、タペストリーとステンドグラスのデザイン画に専念するようになった。ベルナールトが手掛けた、 最初期のデザイン画と考えられているのは、フランスファンタクシスの依頼によって1516年から1518年に描かれた、ノートルダム・デュ・サブロン教会のタペストリーをデザインした4枚の下絵である。それらのうちの1枚には、パトロンのファンタクシスとマクシミリアン1世と皇帝3世の2人の神聖ローマ皇帝が描かれている。 これはファンタクシスがブリュッセルと他の帝国領での郵便制度の独占権を与えられたことへの暗誘となっている。二次元上に多くのモチーフが過密に表現されたこれらの作風は当時のタペストリーの伝統的なデザインだった。1520年代からベルナーアルトがデザインするタペストリーは現在マドリード王宮やいくつかの美術館に 三逸しているキリストの受難を表した一連のタペストリーやワシントンナショナルギャラリーが所蔵する愛家に見られるように伝統的なものからイタリアルネッサンスの影響を受けた彼の絵画に似たものになっていった。ピーテルでパンネメーカーらの職人が仕上げたこれらのタペストリーにはラファエロが描いたタペストリーの下やデューラーの人物表現からの影響が明確に見られる。デューラーが ベルナールト帝に滞在していた時にタペストリーのデザインについて二人が話をした可能性がある。ベルナールトは聖ガウゲリクス教会の聖セバスティアヌス組合の会員になっているが、この組合会員の半数は専門の織物職人だった。マクシミリアンの狩猟死体の一枚ベルナールトは晩年の1521年から1530年にかけて カール5世か他の帝国宮廷人の依頼で、おそらくは、ヤン・ヘーテルを助手として12枚のタペストリーの下絵を描いた。現在ルーブル美術館が所蔵する、マクシミリアンの狩領と呼ばれるこれら一連のタペストリーは、12枚が、それぞれ12ヶ月に対応しており、ベルナールトがデザインした中で最も有名な作品となっている。 制作には2年の歳月と16人の織物職人が必要で、ブリュッセル近郊の広大な森林化、ソワーニュの森で行われた狩猟を表現している。ベルナールトの死体に描かれている厳密な構成は、躍動感にあふれたものとなっている。写実的で表現力に富み、細部まで詳細に描かれた風景で構成された、この作品は、ベルナールトの想像力が、 見事に発揮されたものとなっている。ブレダ領主ヘンドリック3世、ファンナッサウ・ブレダの依頼で1528年から1530年頃に作成された有名なタペストリーも存在した。ナッサウ家の歴代当主を賛美したタペストリーで、1760年の火災で消失してしまったが下絵は現存しており、ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵している。 7枚からなる、パビアの戦いも有名なタペストリーで、現在は、ナポリの国立カポディモンテ美術館に展示されており、7枚の下絵は、ルーブル美術館が所蔵している。天球を持ち上げるヘラクレスは1530年に、ポルトガル王女ン2世の求めで制作された、タペストリーで、現在は、マドリード王宮で見ることができる。天球は、ポルトガル王家のシンボルだった。 最晩年のベルナールとは、ステンドグラスのデザインも手がけるようになった。ブリュッセルの聖ミシェル・エギデル大聖堂の北浴牢の、ステンドグラスは、ハプスブルク家、シャルル・マーニュ大帝、ハンガリー王女エルジェーベトが表現されている。南浴牢には、ハンガリー、ボヘミアをラヨシュ2世とその妻で、カール5世の妹マリアが、聖類と、 聖母子の前でひざまずいている構図のステンドグラスがある。この2枚のステンドグラスをデザインしたのはまず間違いなく、ベルナールトであるとみなされている。ベルナールトは、メヘレンの聖、ロンバウツ大聖堂にある、マルグリット・ド・トリッシュと3番目の夫である、サボヤコ・フィリベルト2世、そして、キリストのエルサレム入場を描いた、ステンドグラスのデザインも手がけた。 このステンドグラスは1566年と1585年に起こった宗教上の争いの影響で破壊されてしまったが2004年にバランシエンヌでこのステンドグラスの彩色された死体が発見されている。オランダのハーレムのセイバーフ教会にもオルレイがデザインしたステンドグラスが存在している。描かれているのは剣能者のユトレヒト司教。 ヨリス・ファン・エグモントと守護星人生メルティンである。ありがとうございます。